はい、それでは表題の論文を自然言語処理研究室の勝田が紹介します。この論文はサブワードのベクトル、キャラクターのからベクトルを表現を作るということに注目していて、その文字レベルでのモデルの利点としては、単語単位では低頻度で学習できないようなモデルでも、キャラクターなんで、基本的に頻度が少ないってことはなくて、対応できるはずっていうようなことを述べてるっていうふうに考えられてるんですけど、現状ではそのキャラクターでエンコードしたやつっていうのが、どれぐらい、どういうふうにエンコードされてるのかっていうのは分かっていないってことで、バイ LSTM の文字エンコーダーを、今回は使ってそれの中身を分析するというような内容になります。で、取り組むタスクっていうのは今回は品詞についての、モデルっていうことで LSTM の、キャラクターでキャラクター LSTM で、そこから、ワード LSTM に入れて、ソフトマックスまで入れて最終的にタグのスコアを出すっていうような感じにのものを使います。で、モロフォシンタスティックでは、ちょっとパーセフトロンとソフトマックスをちょっと、なんかいじった方が良くなるみたいな感じだったんで、そういう、モデルを使って、学習を行います。で、言語としてはそのユニバースディペンディクスで、使えるものを全部使うみたいな形になっていて、その言語ごとのそのジャンル分けみたいなものを、2つのものを使って分けています。サフィックスか、プレフィックスかを、使うかどうかみたいなのと、そのモルフォ的に、独立しているか、変化がその単語の中で融合しているものなのかとか、そういうところを分けてそれぞれ、評価をしていきます。で、その中でデータセットとしては、ツリーバンクのものが複数あればそれで一番大きいものを使って学習して、ちょっとその中のデータセットも多少クリーニングして学習します。で、ハイパーパラメーターは以下のようになっていて、詳しいことは論文に書いてあります。で、とりあえずリザルトとしては、さっきのテーブルに書いてあったんですけど、このようになっていて、ワードエンベディングなしでその、ワードエンベディングと同等ぐらいの精度のものをとりあえず用意しています。で、これでとりあえずモデルが準備できて、それの中身について評価していこうというような形になります。で、実際にモデルをどう評価するかっていう形になるんですけど、各文字ごとの隠れ層の出力っていうのをとりあえず観察して、1ユニットごとの出力を、キャラクター入れるごとにどんどん変わっていくんですけど、それにの全体の、ワード全部入れて終わった時の全部のそのユニットごとの、平均を取るっていうものと、その差分を取った時に最大となる数値っていうのを出すっていう、2つの、スコアっていうものを取りまず出します。で、例で言うと、このキャラクターライジングっていうので、この緑の部分っていうのが、その差分を取った時の最大で、それぞれの変化っていうのが、このように出てくるっていうような、形です。で、でそこからまたこう全体、それを使って今度はその相互情報でランゲージレベルのマトリックスっていうものを作ります。同じサイズの、B この B に分割して、その各、品詞のカテゴリーごとにその確率分布っていうのを計算します。で、今回の論文では今回、これを PDI というふうに呼んでいて、品詞ごとの分散のインデックスみたいな感じで、PDI として呼んでいます。で、この PDI が高いっていうことは、この異なる単語に対して、別の情報っていうのを持っているっていうことで、タスクとして
その後ろの後段で分類するのが簡単、でき楽になるということで、まあ、優れた分類器になっているはずだというような、まあ、指標に になります。で、まあ、これで一応各ユニットごとに、まあ、PDI というスコアを計算することができるので、まあ、それでその全体の言語としてどうなのかみたいなことを定義します。はい、で手法としてはその PDI 全部合計取った値っていうものと、そのバックフォワード、バイオ STM を使っているので、その情報 PDI で高くなる情報っていうのがフォワードに多いのかバックワードに多いのかっていうのを、の割合を調べるっていうような2つの指標を使って評価します。で、PID のその評価になるんですけど、表から見ると、イントロフレクシングランゲージっていうのは全体的に低いっていうことで、その、言語の中で、単語の中で変化が強い大きいもの言語っていうのはそのキャラクターから文字をエンコードするのが難しい。全体的に情報 PDI っていうのが低くなってしまうっていうふうな結論になっています。で、図全体の図として見ると、コプティックの言語っていうのは高いっていうのが、これがさっきの、ここでいうところのですね、プレフィックスの、アグティネイティブっていうことで、基本的に、同時にただ単に、なんか単語がくっついて単語が変化するみたいな単語が変化する、簡単に形態分割できるような、言語ということで、こう PDI が高くなって、イングリッシュでは、そんなにキャラクターでのエンコードができていないというような、そういう見方が、今回の結果から見れます。でまた、割合で見たときにフォワードが、こっちだと 70% ぐらいが、その順方向からの LSTM の情報で占めていて、イングリッシュだと逆にイングリッシュだと20なんで、逆にバックワードでの情報が大半を占めて、学習しているというようなことになります。はい、で、次にその、LSTM の方向っていうので、その今回だと さっきの64と64で、均一なものを使ってたんですけど、そこを変化したらどうなるかっていうのを調べています。純粋にそのユニット数を変えるっていうようなことをするんですけど、全体的に見ると今回の品種推定のタスクにおいては、そのフォワードによらしたフォワードを全部使った方がなんか全体的には高くなっているっていうようなことになっています。それがその筆者ら的にはユニット数を、基本的に後ろにその品種の推定する情報があるってことで、それを最後に入れる方が、その推定する上では優れている。逆にこう最初の方に入れてしまうとその情報を忘れてしまう、危険可能性があるから、多分フォワードを使った方がいいんだろうみたいな形のことを言っています。で、フォワード、中途半端にしても別にそんなによくはならないということで、別にこうそのここを微調整してもきっとそんなによくはならないだろうみたいな形になっています。はい、ということで今回のまとめですけど、今回文字レベルで、バイオ STM のその言語間の言語で、どういうふうになっているかっていうのを、計算する方法を、提案しています。で、言語ごとに、やっぱり異なるっていうのを、確認して、今回その、モデル的にはその単方向での分析、単方向での学習というのが品種推定にはきっと有利になっているんじゃないかというようなことを、の動機づけになるんじゃないかということを述べています。で、今後としては、さらにこういう制御を導入、
まあ、例えば単語の分布やインスタンスの数とか、まあ、とりあえずもっとこう、まあ、拡張していきたいみたいな形のことを述べています。はい、以上で発表を終わります。